はい、おはようございます。5月1日何曜日か分かりません。ゴールデンウィーク始まりましたということで、ご労でございます。今日は博多からお届けしたいと思います。5月1日今朝の一言は、人格イコール性格プラス哲学ということで、解説文を読んでいきたいと思います。人間が生まれながらに持っている性格と、その後の人生を歩む過程で学び身につけていく哲学の両方から、人格というものは成り立っている。つまり、性格という先天性のものに哲学という後天性のものを付け加えていくことにより、私たちの人格は投影されていくのです。はい、ということなんですけども、まあ、個人的には、あの哲学みたいなジャンルは結構好きな割に全然深掘れてなくて、やっぱ何冊かね本読んだんですけど、やっぱなかなか難しくて頭に入ってこなかったっていうのもあるんですけど、まあ哲学っていうとね、やっぱどうしてもちょっと硬い感じに捉えがちですけども、まあ、ここにも書いてありますけども、人生を歩む過程で学び身につけていくというところが結構重要かなと思ってまして、なのでやっぱ経験してそれをどう捉えていくかの、やっぱり繰り返しだと思うので、個人的に50を超えてさらに意識してるのは、やっぱチャレンジしていくこと。まあどうしても失敗したくないんで、新しいことにチャレンジするっていうのはとかく敬遠されがち。まあ、コンフォートゾーンの中で生きちゃうみたいな。まあ、これ性格的なものもあるんでしょうけど、幸い個人的にはそういった性分ではないので、まあ今もってまあまあ新しい人に会う機会も多いですし、新しいことにチャレンジしていくのもまだ面白いなと思えますし、新しい初めて行く場所、っていうのも意外と好きなんで、そういう意味ではいいかなと思いますけども、まあ僕の場合でいくと、その新しいことから何を学んで、それをどう次に生かしていくかっていうことが、もっとこう深掘りしていかないと大きな学びにつながらないかもしれないなと思ってますんで、そこは個人的には気をつけてますけども、なので、まあ、チャレンジして新しい経験をしていって、そこから、学んでいくというようなことが、非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思った次第でございます。ということで、ゴールデンウィーク楽しんでいきましょう。